ドド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 ドラリンパーク。いやあ、せつけいすけだよ。皆さん、配信環境ね、整えてきましたっていうかね、新しい配信環境で今回から開封動画撮っていきまーす。これまでね、アクションカメラを使っていたのが、もう、とっと4万超えする、ビデオカメラを使うようになりました。見て、これどう考えても画質良くなったでしょ。良くなったよね。金かけたわ。配信環境金かけたったわ。で、今回開封していきたいのは、最強戦略、ドラリンパークっていうこちらのパックですね。デュエルマスターズのパックで、7月18日に発売されたものでして、もうこのパックさ、1ヶ月前から、いろいろ、カード、収録カードがちょっとずつ発表されておったんやけどさ、もう一つ一つやばいカードばっかね、紹介されていくんですよね。そして、過去の再録カードもあり、かつね、ドラリンレアっていうね、そのうちでも、とんでもない強力なドラゴンが再録として入っとるという、しかもデザインがさ、すっごいキラキラな感じでね、再録されてるカードがありまして、まあ、すっごい楽しみにしてました。この2ボックス開けるのが、2ボックス買っちゃったんだよね。2ボックスでね、1ボックスで12パック入ってるんで、今回24パック開封ってことになりますね。ちょっと数が少ない。数が少ないんやけどさ、1パックに7枚入ってるんかな。あ、でも少ないな。そう考えても少ないな。結局少ないっすわ。少ないけどね、話によると、1パックに1枚はレアカード入ってるらしいんでね、これはもう、すげえよ。すげえよ、ほんまに。すげえよ。すげえよしか言ってないわ。テトリスの L 字みたいになっとる。はい、こんな感じで、ね。やっぱさ、これ、一パックに7枚入ったわけやけんさ、一パックあたりの厚みっていうかなんかすごいよな、これ。では一パック目いきまーす。はい。ユリカマ、忍者妖精ユリカマ。あ、なんか、今回のパックね、なんか知らんけど、忍者スライクが多いらしいよね。なんでだろうね。結構便利っちゃ便利なんやけど、これは忍者スライク。あ、なんか、さあ、4枚見てその中から手札に加えれるっていう、回収系の忍者ストライクね。と、ジュリー、コットン、なんかちょっと可愛い子が出てきた。なんかお人形さんみたいな感じが出てきたよ。VTuber におりそうな感じのや、お前、なんか。リリン、これも可愛い。あと今回のパックってさ、スノーフェアリーも多いよな、なんか知らんけどね。スノーフェアリーが。可愛いスノーフェアリーのキャラクターも多いよね、なんか知らんけど。なんでだろうね。イザナイオーロラ。ステゴロカイザー。これ結構、お清めシャラップも加えてね、なんか、結構疲れよるやつやね。なんか、お清めシャラップがね、結構俺注目っていうか、いいなと思っとんよね。ボチリオメタってやつやな。で、これが次がレアカードになるんかな、つまり。はい。新外銀河。新ってどのシンなんだろうな。新しいなのか、罪って意味のシンなのか。こいつはなんだ、革命チェンジ持っとんじゃん、これ。ドラゴンが攻撃するときに手札のこいつを入れ替えて、相手がこのクリーチャーを選んだとき、このターンの後に自分のターンを追加する。ああ、呪文とかでこいつを除去するんだったら、追加ターン得ますよっていう、ちょっと厄介系のやつなんやな。こんなやつおるんじゃ。これも再録？でもハム活弾って種族にあるんで、多分これ、まあ、再録なんだろうな。よく知らんカード。2パック目。こんな感じね、必ず1パックに1枚はレアカードが入ってますんでね。よいしょ。一番最後がレアカードです。フォクシット。イチゴックタンク。ポンキチ、懐かしいな、これ。カンフーソウルとか久しぶりに見たもんな、これ。なんて書いてんこれ。コンダマ。忍者リバン。わ、これじゃ希望のジョースター、問題児カード、後で紹介するわ。で、これが、ドルゲ雪村。雪村って聞いたら何も思い浮かべますか？
俺はテニプラを、テニプリのあの雪村を思い出します。こいつよう知らんのよな、うん、よう知らんのよな。問題はこいつなんよな。希望のジョースターってカードなんやけど、これもうすごいいろんなところで話題になっとって、このカー、このゲームで使うカード、そのコスト、そのテキスト内のコストは全て文明を失うっていうことでさ、革命チェンジとか、なんかそういう超次元クリーチャーを出すときの呪文とか、で、なんとかの文明を指定するようなカードが多いけど、このカードで、そのクリーチャーの文明を全部無色にしてしまうことで、そういう文明を指定して出すようなカード、指定して対象にするようなカードが、対象を全部無効にしてしまうんで、革命チェンジとか超次元クリーチャーとか一切出せなくなってしまうっていう、そういう割と恐ろしいカード。文章がちょっと初見で見てさ、どういう意味って、ね、誰もが思ったカード、俺も思った、そういう意味での問題児カード。あと何気にね、今回のパックってドラグナーも多いようなイメージやな。あれやな、なんかクロニクルデッキとかいうやつがさ、8月に発売されて、それでなんかあるんよね、なんかドラグハートメインのデッキの方があるんよね。多分それに向けてドラグナーをちょっと多めに組んどんかなって、収録カードに、そんな感じがするけど、でも俺はどっちかって言ったら超次元の方が好きやけんさ、あんまこっち興味ないよな。3拍目いきまーす、よいしょ。カツエモン、カツエモンバスター、ロイヤルアドニス。レディー・ハーロック、美人な人出てきたな。美人ってこれ女の人、女の人だったわ。パーロック・ジュニア、タイム3指導、ベロリンガ M で、最後レアはデッドマン・ザ・オリジン。これも強いっていう話やけどさ、俺ドラグナーあんまよう知らんのよな。ドラグナーよう知らんけど、何これ。侵略でドラグナーから侵略できて、なんだかどうも。カメラに映す範囲とかちょっと気にしなあかんからな。バトルゾーンに出た時、このクリーチャーの下に重ねたカード1枚につき、コスト3以下のドラグハートを超次元からバトルゾーンに出せます。そもそもあれか、超無限進化やけん、ドラグナー何体でも重ねていいってことやけんさ、たくさんドラグナー並べて、こいつを上に乗せて、ドラグハートをバンバン出しますよ、みたいな、そんな、でもドラグハート、そもそもドラグハートとかよう知らんけんな、俺。その頃、デュエマやってなかった人間だもの。これ何パック目か分かりやすいよね。今何、レアカードが何枚場に出とるかっていうんで、数えやすいよね。4パック目です、これ。よいしょ。フォクシットさ、君だな。あ、これもさ、君だ。これはさ、君だよ、でさ、君でねえやつ。あ、進化系竜野球ドラゴンとか久しぶりみたいな、これ。こんなんあったな、昔。こんなカード。と、なんか最近、スプラクシュクイーンめっちゃ見るんよね。おやすみ、ヒッポポさん。あ、これか。スプラッシュクイーンドラゴン引用るやつよ。スプラッシュクイーンにドラゴンってつけてるからな。もう黒バックさ、これまでの種族の後にドラゴンつければもうドラゴンで通るような感じになっとるからな、これ。どんな効果？攻撃するとき自分の手札を3枚まで表にして、シードに手札を3枚まで加えて、その枚数だけ手札に加えて、それはシードトリガーっていうね。あー、シードトリガー仕込んでおいてからのパターンでな、うん。てかさ、もうスプラッシュクイーンの要素なくなってきとう気がするよな。もう普通にドラゴンやもん、これ。もう普通なポセイディアドラゴンやもんな。これ、どう見たってお前。スプラッシュクイーン要素ないんよ、見た目は。イラストは。あ、今更言うんですけどね。俺が狙っているのは、ドラリンレアの、ニコロボーラスってカードです。もうみんなが知っとる。みんなが、手に入れるに宿泊しとるすごいスーパーレアカード。もうスーパーのうちのスーパーレアカードですね。これは何ですか？さっき見たな、これも。カツエモンバスターじゃ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 ん。ボンスラー、お騒がせ中佐、ベラードンナ。あ、これもちょっと欲しかったやつ。ドルゲ忍法、次元核死の術ってね。あと、これ、タコンチュ、これレアカードだった。
自分の水のクリーチャーすべてコマンドになる。そして相手のターン中にこのクリーチャーが破壊されるとき、代わりに相手はカード5枚引き、そのターンこのクリーチャーのパワープラス5000する。相手に5枚引かせるっていうことがね、結構相手に手札を増やさせてなんでやねんってカードに思うんですけど、なんかこれ、それは5枚引かせるってことはそれだけ山札切れに近づいとるカードですよって言いたいんだろ。で、アダムスキーとかいうさ、シードをブレイクしたら、その代わり、ブレイクする代わりに山札の上から、相手の山札の上から何枚か墓地に置くみたいなやつあるんでしょ？それに壊せたら、もうライブラリレイアウト狙いやすくなりますよみたいな、こんな感じで言おったな、なんかネットで。あんまそういう系のよくわからんですけどね。それよりこいつじゃよ。初めての除外カードってことでね、聞いとる話。アイドルクリーチャーを選んで、持ち主を超次元ゾーンに置くっていうね、一見、ん？ってなると思うけどさ、要は超次元クリーチャーだ、やつを超次元ゾーンに置くってことでさ、要は超次元ゾーンから超次元クリーチャー以外のもんをさ、出す手段ってないよねって話。だからもう永久追放ですよねっていう、そういう強力なジョッキカード。色がさ、無色ってのも使いやすくて、どんなデッキにも入れれていいよねって話か。コスト6って重いけどね。これが6パック目に入ります。よいしょ。ああ、勝ちすそうだ。そして下側が、私たちがみんなに元気を届けるこれだよ。これがさ、名前をふざけてるようなカード名みたいな感じでさ、ラッキーダーツ。ポプデビビックとコラボした時のラッキーダーツの、やつに説明文にもあったよな。かわいいよな。なんかスプラッシュクイーンが多い分、かわいいキャラクターが多いよな。スプラッシュクイーンとスノーフェアリーとか、なんか可愛い系のカードが多いよな、今回のパックは。でも結構実用系、実用性のあるカードよな、これ。ハットリトリ。隠れレシピ。ニビビ、ん、ニビンババン。読みにくいカードやな、お前。カルマオリーブオイル。これは、なんだ。あ、墓地利用のカードじゃ。割り切れルピア。そんでレアカードが、カツキングジュニア、パーカージュニア。革命チェンジで光と火のコスト5以上のドラゴンってことで、最近だったらダイナボルトとかのデッキに入りやすい感じになるんかな。でもコスト8で、バトルに出た時とアタックするときに山札の上から1枚目をシードに置ける。そしたらこのクリーチャーは相手のシード1枚ブレイクできる。あ、守りを固めてかつ攻められるっていうカードなんで、まあやっぱダイナボルトに合っとるっちゃ合っとるんかな。色合い的にもそうやしな。まだ先は長いんじゃ。よいしょ。ゴーゴージコッチ湧水の工人コットン、これさっき見たな。イザナイメイ様霊の牛、あ、来た。これ下のやつがさ、また引きずり込まれるって言うてさ、昔のデーモンハンドのさ、イラストで手に引きずり込まれとったクリーチャーが今になってさ、ようやくこう出てきとるって話らしいね。また引きずり込まれるっていうことはさ、前に引きずり込まれたけどどうにか生還したやな。お前、運がいいのか悪いのか分からんやつやな、お前。不幸中の幸いで戻ってきたのにガチダイブ。そしてレアが、なこれ、こんなカードあるの。グラビティゼロでスノーフェアリーが3体おったら出せるジュラシックコマンドドラゴン。でも スノーフェアリードラゴンとかではないんやな。バズゾーン出た時スノーフェアリーを好きな数墓地からマラゾーンからで札に加える。で、自分のスノーフェアリーが相手のクリーチャーをバトルするとき、代わりにこのクリーチャーにバトルさせてもいい。スノーフェアリーのデッキなのにジュラシックコマンドドラゴンっていう、なぜか恐竜が戦うんやな。よう分からん。スノーフェアリーなんなん、契約してんのか、なんか契約してんのか、この。よいしょ。さあ、結構これよう見る。スプラッシュクイーン、あ、コッコルピア。最近ダイナボルトの影響で結構コッコルピアの株も上がっとるはず。レディーパーロック、ステップル、キャタピラ親方、シリウヘブン。これどう考えてもシリウスがさ、シリウスっぽい見た目なんよな、名前的にも。で、最後、レア枠が、よいしょ！レッドゾーンネア！レッドゾーンゼータがさ、確か、殿堂入りしたんよね。それの小型版って考えてはいいんかな？これ、俺、ようわからんけど。
小型火のクリーチャーなんだ。あ、コスト3以上の火のクリーチャーだったら重ねて、各ターン最初の攻撃の終わりにアンドアップできるんで2回攻撃できるっていう、単純に攻撃回数が増やせるようなカードってことね。9パック目。よし。ヘブンズキューブ。トイプーちゃん。ユーナギ。サルタビジャイアントってなんか聞いたことあるな、なんかこれ。よくわからん。で、レレレディーバグーバー。レッドエンドでレアワークが、あー、これね、見たことある。エンドレスフローズンカーニバル。コスト重いけど使ったらえらいことになっちゃうやつ。何よりイラストが可愛い。イラストが可愛いです。皆さんこれ見てください。イラストがめっちゃ可愛いでしょ、これ。なんか右下のこの赤い髪の毛の子、俺の推しの VTuber である五十嵐ちゃんの幼稚園の頃の見た目みたいな感じの見た目してますけど。10パック目入ります。えい。なんこれ。ハコフ。下面が、あ、CO トリガーコスト5で、攻撃もブロックもでき、クリーチャーを2体選んで、攻撃もブロックもできないっていう CO トリガーとしては、上々な感じ。コスト1でブロッカーとしても出せるのもいいかもしれない。やったる1。結構懐かしいカード。8個、あ、これもちょっと、面白そうな感じのやつ。4枚より多くデッキ入れて、こう、ガチンコジャッジで勝つたびに、これが山札から、どんどん増えていくっていうさ、割となんかとんでもない感じになりそうな感じのデッキのやつ。ライデン、これ、もう懐かしいカード。おチャッピー、これも見たことある。ストライクバックの時代のやつ。そしてレア枠が、レア枠じゃなかったもんだ。レア枠、今度こそ次がレア枠。はい、クロスファイヤー。クロスファイヤーって言われても俺よくわからん。クロスファイヤーって。グラビティゼロで、ドラゴンが墓地に6体以上あればスピードアタッカーで、インフィニティパワーアタッカー無限大ってなんだと思う。このクリーチャーのパワーは無限大、攻撃中無限大になるってなんだ無限大ってなるよね。そういやなんかさ、最近コロコロで見たんやけどさ、パワー無限のさ、新しいマスターレアとかが出てきたよね。キングマスターレアか。が出るらしいよね、なんか。あれとこれ戦わせたら相打ちになるんかな。無限同士で戦わせたら相打ちになるもんなんかな。その辺ようわからんな。無限ってものよく、無限無限ってさ、言うつけどさ、無限ってすごいかもしれんけどさ、なんか、無限同士で組み合わせたらなんかややこしいってことになるんよな。11パック目。よいしょ。ダイヤモンドカスケート。オラクル、イザナイゾロスター。ベラー。ペイントフラッペに、プリン。久しぶりみたいな、これ。こんな、ハンターエイリアンの時代のクリーチャーやもんな。あー、これ！これもちょっと俺、注目、欲しかったなって思っとったやつ。秩序の意志。それとレア枠が、アカシックファイナル。これも懐かしいやつのさ、今になってアカシックシリーズが出てくるんやって感じのやつ。これ、アカシックって名前がすっごい俺懐かしいなって思うよな、やっぱ。ネオクリーチャーで多色クリーチャーの上に置いてもいいっていう能力があります。別に進化せずに普通のクリーチャーとしても出してもいいし、別にネオクリーチャーじゃないと、みたいな能力はないんよな。コスト6やけん、ダイナボルトでも出せる。で、山札の上から3枚表にして、その中の多色を手札に加える。あ、やっぱダイナボルトデッキ向けのカードなんかな。あれ、多色カード結構デッキ入れるイメージがあるよな、俺。そして、多色ドラゴンの召喚コストに少なくするっていうのもやっぱ、ダイナボルトかなって。俺、ダイナボルト大好きやけどさ、ダイナボルトデッキ組んどる人間やけどさ、ちょっと入れてみようかなってなってしまうな、これ見たら。で、もう、で、もう一つ気になったのが秩序の意志。コースト4で、ストライクバックっていう久しぶりのカード。ストライクバックってみんな知っとる？って感じの昔の能力やけどさ。要は、これが手札にあった状態で、闇のカードは自分のシードから手札に加えるとき、つまりブレイクされて手札、ブレイクじゃなくてもいいんか。手札に加えるときに、その闇のカードを捨てたら手札からこれが使える。シードトリガーと違って、
これが手札にあれば、そのシードトリガーみたいな感じのタイミングで使える剣、確定でシードトリガーが使えるって言ってもいいかな。ただしシードを1枚手札から墓地に送らなあかん剣、ちょっと手札のロスが多い分、シードあのストライクバックよりはちょっとロスが大きい、そんな感じですが、これの効果がすごいよな。相手のクリーチャーに封印をつけるっていうね、すごい厄介な除去カード。使う分にしてはコスト4で封印つけれるけんね、なんか面白いよね。結構除去として、強力な除去として使えます。こういう除去が欲しかった感があるな。破壊してもさ、あの何やったっけ、何やったっけ、ドルザークじゃ、ドルザークっていうさ、墓地から場に出る系のクリーチャーっておるよね。そういうんがさ、前デュエマーで対戦したことがあってさ、あれの対策手段欲しいなって思っとったらさ、こんな感じでドラリンパックでさ、これ収録されたわけやけんさ、もう俺が欲しいもんをさ、タカラトミーさんが分かっとったような感じの出し方するよね。大好き、タカラトミーさん。ワンボックス目の最後いきまーす。まだドラリンパック、ドラリンレアが出てませんが、ドラリンレアの収録確率ってどんな感じなんでしょう。雲海ジャイアント、イザナイ、ウザナイウェンディゴアパッチ、ジャスミンが久しぶりだな、これ。ステニャンコ、ステラレトル。ステラエトル割には偉い見た目、高級感あるよな、お前。ほんまにステラエトンか。もうちょいステラエトンだったら貧乏感出せよ、お前。アジサイ、テンセル、で、レア枠が、はい、ガルザ、ガルザ、ガルザ。ガルザ3回もいらんと思うやけど。コスト13もあるんじゃ。ファンキーナイトメアのカードか。踏み倒す方法ってなんかあるんこれ。ないな、これ。ちゃうな、あるわ。相手のターンの場合にこのクリーチャーが自分の墓地にあれば、墓地からのスタートの他のファンキーナイトメアを読んで、墓地から矢札を一番下に好きだ、あ、墓地にファンキーナイトメア4体とこいつを置いとけば、その4体を矢札の一番下に送ればタダで出せるみたいな。いや、欲しいな、ファンキーナイトメアって。これでワンボックス出てきたけど、やっぱドラリンレアっていうのはなかなか出てこんもんで、出てこんボックスもそりゃあるよねって感じ。出てきた。またカシスソーダちゃん。またカシスソーダちゃんだ。カシスソーダなのにオレンジ色が全くないカシスソーダちゃん。ほんのにカシスソーダ飲んでるのかって。イザナイゾロスターに、中堅8個がまた来た。メイ様、サルトビジャイアントで、テンセル、なんか見たことあるカードがどんどん出てきてるわ、お前。そして、レア枠が、よいしょ、あ、来た、これ俺ちょっと欲しかったやつ。竜世界、竜の降臨のする地。これも特に注目されてるカードです。自分のターンの初めに、ヤウナの一番上から、一枚目を墓地に置いて、それがドラゴンだったらタダで出せます。あ、これを破壊してね。やけん、これ一枚につき、タダで出せるドラゴンは一体だけなんですけど、なんせ、フィールドやけんね。ドラゴニックフィールド。D2 フィールドとは別やけん、D2 フィールドで張り替えっていう除去手段、除去、感じで除去られんし、何より D2 フィールドを除去するカードって割とあんま入ってないイメージ。これがあるけんさ、こういうフィールドがさ、このパック何枚かあるけんさ、俺、ジャック・アルカディアスって重要なカードになってくるんじゃないかなと思ってる状態。何気にイラストがすっごい綺麗なんよな。もう赤系統ですごい固めてさ、もう、なんかドラゴンクエストにありそうな感じのやつやね。ドラゴンスクエストパッケージにありそうな感じじゃないかね。よいしょ。トイプーちゃん。なんか見たことあるカードが大きく出てくる。ユーナギ、ベラドンナ、カシソレンジ3枚目かなこれ。これ下のさ、コスト4で2枚ドローってもなかなかいいかなと思う。ガチダイブ。アカシックファイナルまた来た。これ完全にダイナボルトデッキ持っとる俺に対しての賛辞だな。ダイナボルトデッキ持っとる俺のために用意してくれとるような感じやな、なんか。15パック目。よいしょ。
ゴゴジコッチ、ハコフ、ベラ、ライデンに、ステップルに、シリューヘブンで、レア枠が、よーレートゾーン、またダブってきたね。レートゾーンネオだってね、またダブってきたね、これ。どんどん行きまーす。よいしょ。やったるわん、香水の香人、ジャスミン、進化系竜野球ドラゴン、レディーバクーパー、レッドエンド、そして、レア枠が、よいしょ。あんまりやカードっぽく見えん。黒豆男爵、トリプルブレイカー、このクリーチャーをバトンに出た時で始める能力のを持つクリーチャーが出たら、それをモラゾーンに置く。あ、そういう出た時能力持ってるクリーチャーへのメタになるんじゃ。で、スターメンがモラブーストとモラからの回収カードって感じで、あーなんか万用性があるけど、なんレア感ないよな。いかんせんさ、豆というかナスビなんやけど、お前黒豆男爵っていうか黒ナスビ男爵だろお前。下の白米はまあわかるけどさ、上はナスビだろお前、豆じゃないだろお前。黒ナスビ男爵だろお前。出んのかな、もしかしてこれ。ドラーリンレアってなかなか出んもんなんかな。出る気がせえへんのやけど、隠れし、あ、これいいやつ。忍者ストライク2で出るさ、手軽な忍者ストライクのカードやね。あ、なんか、ウェブ、俺の立ち絵が動かんかった。しかもバトルの全体の時、相手のクリーチャーを選んで攻撃もブロックもできないっていうね。除去はせんのやけど、相手のクリーチャーを止めれるっていう速攻デッキ対策になるよね。コントロールデッキの。ステニャンク、また捨てられてるな、お前。ほんまにお前は捨てられどんかっていうぐらい豪華な見た目してんだよな、なんかもう一回言うけどさ。忍者リバンが来て、レア枠は何？レア枠まだだった。7枚っていうね、枚数はね、ちょっと微妙なんですよね。はい。あ、ゾロスター。これ結構強いカードって、評判のやつ、これも。まあ、強くないカードってあるんかなって感じやけど、レアで。誰も超次元ゾーンまでは超 GR からクリーチャーをバトンに出せない。単純にもう超次元クリーチャーと GR クリーチャーへのメタです。もう出せんからね。それをメインに使っていくデッキ。超次元クリーチャーは、あれやけど、GR はまだ結構強いからね。何かの能力を発動しつつ、ついでに GR 召喚して、その GR 召喚したクリーチャーの能力で相手を除去みたいな、そんな感じもあるし。これやばいな。コストにでパワー3000で、ほんま光のクリーチャーでさ、こういう相手の妨害するカードって結構強いよねって感じがする。ミクセルもあるし。よいしょ。フォクシッなんかよう見かけるカードがどんどん出てくるよな。ワンボックス買いしたらこんなもんなんかなってくらい。レッドエンドで、なこれデッドマザーオリジンまた来た。だから俺あれなんですよね、ドラグナーはあんま好きじゃないっていうかね。強いカードって聞いとるけどさ、あんまドラグナーには興味ないんですよね。クロニクルデッキもドラグナーのデッキの方は買わないつもりなんでね。あ、カツエモンバスター、もういいわもう。ロイヤルアドニス、ボンキチ、お騒がせ中佐、お騒がせ中佐ってさっきから思うけど、何をお騒がせしたのこれ。コスト4でパワー2000で、毎ターンアタックしないといけない。タップしてる間呪文とえれんの。お騒がせしてる、めっちゃお騒がせしてる。てかこれなんか割といいカードちゃうん。呪文を唱えられない。え、それあれじゃん、シードトリガー使えんだよ。おい、やばいだそれ、お騒がせしすぎだろお前。これアンコモンか、アンコモンなんこれ。割と、あ、でもパワー2000で絶対攻撃しなあかんってことは、ブロッカー1体で止まってしまうんか。でも止まってしまうんやけど、どうにかしてさ、タップした状態維持できれば、ほんまに、割ととんでもないカードってことになるんか。ノロンに、カルマインカ、レアが、デュエマンコーテー。あれ、なんかさっき見たぞ、これ。おい、さっき見たぞ、これ、おい。あ、これ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 、
進化した、おい進化したで、なんか捨てられてからの逆転劇が始まっとるだよ、なんかこれもうなんか貧乏生活から一転この国の魔王になりましたみたいな感じの、皇帝になりましたみたいな感じになっとるからな、お前逆転人生送っとるからな、これ元のやつがさ、スプレイヤーでこのクリーチャーが自分の墓地にあれば自分のクリーチャーを一体破壊してバトンを出せる。あ、捨てられてもどんどん戻ってくるという謎の能力がある捨て猫と、こっちが攻撃したら自分のコスト6以下のファンキーナイトメアを墓地から下に置いて、破壊されたらこの下にあったファンキーナイトメアが全部バトンに出せる。もうなんか墓地からバンバン出せますね。もうファンキーナイトメアって墓地からバンバン出す系のカードが多いんですね。つまり理解した、理解したわ。だったら何度捨てられてもお前は蘇るわ、捨てにゃんこ。これが20パック目、数が少なくなってきた。出るんかな、ドラリン、引っかかってるわちゃんと切れてないから引っかかってるわお前。ドラリンパーク、ドラリンパーク、よいしょ。ダイヤモンドカスケット、これ見たことないな、これソプラノサバト、こんなカードもある。ラストバースト、破壊されたら相手のクリーチャー2体タップできます。しかもブロッカーがあるっていう。なんか見たことあるな、これ破壊されたら相手のクリーチャー2体タップって。ジルワーカーじゃん。すごい懐かしいカード、ジルワーカーが。の、なんか新しい版みたいな感じなんじゃ、これ。しかもこれさ、ジルワーカーと違うのは呪文として、唱えて相手のクリーチャー2体タップ、シュートリガーとして使えて、みたいな。もうあるけんさ、もうジルワーカーの上位互換なんやな。パワーが上がっとうけん、実質完全に上位互換かって言ったら微妙。あえて破壊されやすいジルワカの方がいいんかもしれんけどね。ソニックもある。あー、秩序の EC2 枚目ありがたいです。そして、レアは？よいしょ！わー、なんかレアカードが割とダブってきてるわ。レアカードすらもダブってきとる感じがする。使うレアカードがダブるんだったらいいんやけどさ、スプラッシュクイーンのデッキなんか多分俺作らんけんな。これが残り4パックのラス4ってとこかな。トイプーちゃん、フォクシット、レディーバーロック、リリン。リリンって聞く？どんなカードなんこれ。わ、なんか、青蹴り高校ゲーム部の音玉玉子みたいな見た目してるわよ、みたいな。俺、あの子、あの VTuber さん好きなんよな。小さき頃の音玉玉子。無色クリーチャーの召喚コストを1軽減できて、スノーフェアリーは全ての文明を持つ。全ての文明持ったらなんかあるんかな、スノーフェアリーって。わからん。妖精のプレリュードで無色クリーチャーのコスト5を少なくする。なんとかのプレリュードっていう、無色クリーチャーのコスト5を下げる、くる5も下げるっけ。なんかコストを軽減するようなカードあったよね、そんな感じか。カルマオリーブオイルに、あー出たな、これ。これも俺欲しかったやつ。後で説明しよう。で、レア枠。なんか綺麗だ！なんかレア枠綺麗ない？綺麗、綺麗、ちょっとドラリンレアかと思った。何これ？忍び系の、忍びの D2 フィールド。忍びが出た時にカードを1枚引ける。で、手札から、各ターンの割に忍びをバトルゾーンか手札から D2 フィールドの下に重ねる？下に重ねるん。下に D2、忍びが8枚以上あったとき、相手のターンの終わりにひっくり返したら、各プレイヤーはバトゾーンとシールドゾーンにある自分のカードすべて矢札に加えてシャッフルする。シールドが全部消えるん。怖いわ。忍者怖いわ。あいえ忍者なんでそんなジェノサイドエンドなん？忍者スレイヤーって。ほんまに忍者スレイヤーの効果やもん、これ。そして問題のこれ。パルテノン。これ、D2 フィードコスト2で、これが出すときに、とりあえずカードを1枚引けるってことで、手札が減らずに場に出せる DG フィールド。DG フィールドか、そうかそうか。DG フィールドなんで、D2 フィールドの張り替えで、剥がれんカードなんよな。そんでもって効果が、すべてのプレイヤーを各ターン、クリーチャー3体までしか出せんし、呪文3枚までしか唱えられない。3枚も唱えれば十分でしょうと思うけどさ、これを貼られとったら、何回も何回も同じターンに、呪文とかクリーチャーを出しまくるような、ループデッキが積むよね。
3枚目しか出せんけん。やけん、ループデッキ対策として俺1枚欲しかった。なんでだってさ、俺この前リモートデュエまでさ、何やだっけ。ナウネバーか。ナウネバーのデッキで戦ってさ、ナウネバー、ナウネバーっていうさ、相手のプレイヤーがさ、ナウネバーっていう何回も何回も聞かされたからな、お前。ナウネバーを出しますみたいな。ナウネバー使いますみたいな。ナウネバー、ナウネバーって相手のプレイヤーから何回も聞いたからな、お前。もう、ジョヤの数かってぐらい。ジョヤの数かってぐらいさ、ナウネバーって聞かされたからな、お前。もうそれをトラウマになったけんさ、これ1枚は欲しいなと思っとったのが残り3パック出てくるんかな。ドラリンレア、ドラリンレアが欲しいねんって。プリン、あー来た。この可愛い系、可愛い枠の筆頭なクリーチャー、ハンターエリア仲良しビーム。そんなに仲良くなったらハンターとエリアの構想なんかならんわからな。もう髪の毛が緑色やしさ、もう歌で戦争を止めようとするあたりがマクロスフロンティアなんだよな。きらめきプリンセスプリン。ハンティング持ったよな。で、ガチンコジャッジでクリーチャーを見せたときに、下に置くか見場所出してもいいって、割ととんでもないな、お前。ガチンコジャッジで見せたカードがそのまま場に出るってことでさ、とんでもないぞ、それ。踏み倒しまくりやん。見た目に反してとんでもないやつやな、お前さん。下の仲良しビームをさ、相手のクリーチャー1体エムラゾーンに送って、パワー3000以下のクリーチャー自分を攻撃できない、仲良しやな。あ、実際ジャックポットエントリーで、あー、ドラゴンを踏み倒せる系のやつじゃ、お前。さすがドラリンパック、こういう部呪文もあるんやな。ではレアはよいしょ。あー、ドルギウケムラ、お前もダブってきたわ。あー、俺ジャイアントとか使わんからな、忍びとか使わんからな、俺。いや、忍びは使うな。さて、ラスにですね、そうそう、でんかなって、あー、カツエボンバスター。しつこいね。コスモポリタンとかすごい久しぶり見たな、これ。なんかすごい偉い昔のカードじゃないん、これ。コンダマとか、オチャッピーとか、タイガニトロに、プリプリズン。あれ？あ、ちょっと待って！おい！俺知っとるぞ！あの、ドラリンレアが入っとるパックってさ、ドラリンレアとプラスレアカードっていう組み合わせやん？残り1枚残してこれが出たってことは、これあれじゃないやん。これ、ドラリンレア来るぞ！みんな！よいしょ！ビルエルムー！これはこれで、綺麗な！これ見て、すごいな、これ。なんか芸術の域なんやけど。これ、カード一枚一枚をなんか職人さんが作っとったりせえへん、これ。すっごい綺麗なカード出てきたよ、これ。きらめき方がすごいもん、これ。ちょっとわかりますかね、これ。よかった！このために、綺麗に映せるような環境を整えたって言っても過言でもないですよ。ビルヘルム、すごいな。黒、赤、緑か。俺のデッキの色に合わんのがちょっと残念やけどさ。へぇ、綺麗すぎるな、これ。当ててもた。ドラリンレアが当たったんで、もう、あとは一思いやっちゃってください、最後のパック。カシスターだ、また来ましたね。ハットリとリモフさっき見たような気がする。ボンズラ。エール来た、可愛い枠。また来ました、エール。僕らをつなぐエール、エールって来た。俺、生き物語で出てくるからな。ブンブンマンタロー、問題児が出てきて、最後、レア、最後のレアはなんだ？ビオラ、そうなった！これもちょっと気になっとったな、俺、能力的に。バトルでた時、相手のクリーチャーを一体破壊できます。そして、進化でないドラゴンを自分の墓地からバトルに出せます。あ、進化が、え？これ進化ではないドラゴンを自分の墓地からバズノに出せるんだ。あ、そういう能力だったっけ？あれ？あ、ホーナー能力だったっけ？それと自分の進化ではないドラゴンが破壊されるときに、墓地に置く代わりに裏向きにして、新しいヒートとしてシードゾーンに加える。墓地に行かずっていうのがいいよな。実は俺ボルコンデッキ持っとるけんさ、これボルコンにすごいマッチするんじゃないかなって思っとるけん、ちょっと欲しかった感があるなみたいな感じで思ってました。強いな。
はい、というわけで今回ドラリンパック開封にボックス開封しましたが、こんな結果でレアな感じは、あーよかった、とりあえず1枚ドラリンレア出てきましたね。ほんまこれ綺麗なカードやな、これ見てください、これ綺麗さ。ビルヘルム使いたいな。能力はね、相手のクリーチャーを1体破壊、バトルに出た時に相手のクリーチャーを1体破壊できて、カードをモラゾーンから、あ、モラも1枚破壊できる。そして、どこからでも、相手のカードがどこからでも墓地に置かれたら、ヤフダの上からモラブーストできます。あー。なんかこう読んどったら、うんって感じですね、あんまりできた。コスト9でやるカードなんかなって。でもすごい綺麗やな、ほんま。よく言えば、ニコロポーラスが欲しかったところやけど、まあいいや。俺もさ、ボルメテウスが好きでさ、ボルコンデッキ持ってるわけでね、やっぱさ、ドラゴンでね、男のロマンですからねって、ロマンってこともまだ言ったけどこういうさ、定期的にドラゴンをさ、どんどん増やしてほしいよねって思うぐらい、うん、ドラゴンデッキでさ、1個2個持っとったらさ、今後新しいドラゴンが増えるにつれて、いろんなドラゴンデッキ作れると思うけどさ、やっぱドラゴンってさ、いいよねって思う。というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。週明け